おはようございます。兄弟姉妹の皆さん、今日のモーニングディボーションは第一列王記の19章です。メッセンジャーはジョシュア先生です。まあ今日あまり読みたくない章ですね。しかしとても素晴らしい章ですよ。この章の中ではエリアが登場して、エリアが主の声を聞きますね。もう彼の働きの終わりにまっすぐに向かい始めています。まあ、徐々に彼の働きが終わっていく様子が書かれています。なんか嫌ですね、あれだけ力ある預言者であったのに。神様がその御恵みをエリアに示してくださったわけです。今日のエリアはしかしながら素晴らしい預言者というより、なんだかヨナみたいです。ちょっと神様に対してイライラしている預言者です。今までまあこの書を読むとき、私たちがエリアについて読むとき、今までの私たちともうすでに何度も読み返してみて、今日読んでみる私たち、もうよく私たちは、あ、エリア素晴らしいですね、エリアみんな憧れますね、こんなに用いられている人というふうにとっていますよね。しかし実際成長してみて読み返してみると、今度はあれ、エリア神様のこと分かってないなと、全然神様が分かっていないと分かるわけですね。神のしもべであるなら、また神様によってどっかで用いられているなら、なおさらですね、これを読むとき、あるときは神様にものすごく用いられて素晴らしい働きをしたかもしれない。しかし後になって、もう神様嫌ですと、もうがっかりですと、そういうふうになってしまったり、そうやってもう落ち込んだりしてしまいます。どうしてそうなっちゃうんでしょうか。私たちに対する、まあ、リマインドですね。今日私たちは神様についていき、今は神様によく用いられたりしています。しかしいつの日かですね、神様のことがわからない、もう神様について文句ばっかり言ってしまう、そんな時があるかもしれない。神様がああやってこうやって、でも自分は嫌だ、そんなのを同意できない、もう自分のやり方を通したいのにと、エリアのようになってしまうことがあると思います。すると私たちの働きは徐々に消えていきます。ですから今日のこの19章にタイトルをつけるのは結構難しいです。まあ、なんて読んでいったらいいか。まあですからタイトルはですね、ちょっと古い格言のこと、質問形の格言にでもしましょうか。まあ2回ぐらいこの章に出てきます。初めと終わりあたりに1回ずつ、まあ、これを使おうかなと思ってます。1回目にこれが出てくるのは、あ、ここですね。エリアは、2回目に出てくるのは、エリアよ、ここで何をと神様が聞くところです。
はい、ちょっと質問が深まります。最初は1回目と2回目では何よという、この何という言葉はなぜという意味にも取ることができます。そのように訳すことも可能です。まあ、中国語の、まあ、正式な翻訳ではエリアよ何しているんだなんですね。ここでエリアよ何、これが直訳なんですけど、ここでエリア何なんですけど、エリアよ、ここでエリアよ、まあ、はい、最初の質問が9節に書いてありますね。何をしてる、はい、ここで何という直訳は私の言語では何をしているのだ、で、そう、この場所でと、そして一体何をしているのか、2つ聞きたいことがあるわけです。エリア何やってるんだと、おい、何かあったのか、何か問題があるのかと、この章につけるタイトルですが、ここでお前は何と、神様に対して失望している人々、もう落ち込んでいる人たち、もう本当にムカついてしまっている人たち、もう意味してしまった人々もこれを聞いているかもしれません。あなたここで何をしている、あなたは職場にいるのですか、マーケットプレイスにいるんですか、それとも引退しているのですか、あなたはここになぜいるのですかと、神様があなたに聞きます。あなたはここで何をしているのか、神様が私たちに聞きます。何をしているのか、そもそも神の御心と合っているのかどうか、ダビデの時代から今に至るまで神の心を追い求めているのか。サウル王は主の心を求めていませんでした。ダビデは主の御心を追い求め、主の御心にかなう人でした。しかしソロモンはそうじゃなかった。しかし それでも神様はダビデの王家にいつもいつも思い出させようとしたんです。ヤロボアムも主の御心にかなわなかった。しかし神様はダビデの子孫のことを顧み続けました。まあ、ユダ王国では比較的まだまだ平和がありました。しかし北王国のイスラエルではもう全員の王が主の目の前に悪を行いまくりました。そして今度アハボが出てきても、アハボは最悪な王様でした。もう神様が飢饉を持ってアハボを襲いました。もうアハボは平和もなかった。もうアハブ王は飢饉だけではなくて政治状況、もういろんな動乱があって、もう非常にひどい目に遭いましたね。預言者はここで王に対して世の中に対して叫ばないといけないです。今日あなたはどこに立っていようとも、そこは神様があなたに立っていてほしい場所でしょうか。今日のあなたの状況、
これは神様に与えられた状況ですか、それとも自分で自力で掴み取った状況ですか。今日あなたは神様の御心に歩んでいるんですか。神様、今日私たちに聞いてると思います。ここであなたは何よと、なぜここにいる、なぜそんなにイライラしてるのかと。神様がどのような方なのか、またエリアがどのような預言者であったのか、この書の中から皆さん発見していきましょう。そして今日の私たちはこれを読んで何をするべきか、それを学んでいきましょう。皆さん、今日の書を4つに分けます。まず1節2節です。このまず1節2節に書いてある内容は預言者の危険性です。預言者は何が危ないのか。1節、アハボはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの命の一つのようにしなかったら、神々はこの私を幾重にも罰せられるようにと。イゼベルがここで挑戦状を叩きつけてくるわけです。前の章ではエリアを通して神様がアハブに挑戦状を叩きつけていました。そしてアハブに見せつけたわけです。アハブに勝負を挑んだわけです。これが前の章の話でしたね。でその前の章ではエリアは私が祈らなければ雨は降らなくなりますよと、はい、18章で勝負があって、で19章になりますね。まあ、17章や18章では神様がエリアを用いて大きな勝利を得た、もう神様が勝利をエリアにもたらしたことが書いてあります。もう18章の特に18章ではアハボーに対してもうエリア完全勝利している様子が書かれています。主の霊がエリアに臨んでいるので、もう彼はアハブの戦車よりも速い速度でもう徒歩でかけることができたわけです。今日の国家のリーダー、もう何々総統とか何々国家主席とかをちょっと想像してみてみてください。もう北京まで飛行機で飛ぶんですけど、あなたの上に主の霊があって、あなた飛行機よりも早く移動してその人より先に北京に着いてしまったという、もうどれだけすごいんだという感じですね。現代ではこんなことになります。それでわかるわけです。勝利は兵隊の数によるのではない、武具によるのではないと、主によるのだと。でも今日イゼベルの挑戦状というものをこの1節2節で読むわけです。明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの命の一つのようにしなかったなら、神々が私を罰するようにと。18章を読むとちょっと疑問になることが一つありますね。450人のバールの預言者たち、そして400人のアシェラの預言者たちから殺されるわけです。これはバールのしもべたちを皆殺しにしたことが書いてあります。
でバールの預言者たちを殺したとは書いてあるんですが、あれ、そういえばアシュラの預言者はどうなったのか出てこないんですよ。実は彼ら殺されてないんですね。殺されたって書いていないんですよ。バールの預言者は殺されたと書いてあるんですが、アシュラの預言者は死んだと書いてないんです。なんででしょうね。エリアだったらやってるはずでしょ。でもなぜかそういう記録がないんですね。ちょっと19章を見てみるとちょっとヒントがあるようですね。まず最初にアハブと勝負する、そしてアハブに打ち勝つ、そしてアハブが立ち上がってイゼベルをなんとかする、そうやって王国全体が変わる。もうアハブが王なのだから、もうアハブが立ち上がって残りのことをやってくれることを期待しているようです。しかしアハブは完全にイゼベルによってコントロールされてしまっている状態です。あるいはエリア自身が大胆にイゼベルに立ち向かおうとしていないか。もうイゼベルはすでに主の預言者を全員殺してしまっています。まあ全員じゃないんですけどね。でも何のためらいもなくそういうことができる人です。なぜエリアはイゼベルに対しては大胆に立ち向かいに行かなかったんでしょうか。彼アハブに対してはできるのに。もちろん神様の計画のうちなんでしょうけど、まあ、神様はエリアにアハブの前に姿を見せろと言いましたから、ただ単にそれをしたわけですけどね。神様には神様の計画があるわけです。しかしエリアはそれがいまいちよく分かってないようです。アハブはまた、まあ、エリアの思惑を汲んでくれませんでしたね。もうお家に帰ったらもう王妃イゼベルをもう処分するということはしませんでした。全然期待通りじゃなかったですね。いやーでも民は変わってます。もうすべての国民はもう主こそ神、主こそ神と言ってるわけです。でアハボは何もしてないですね。この人はこの人はほとんど変わってない人です。もうエリアに言われたことを全部イゼベルに伝えるわけですけど、イゼベルはああなんてすごいんでしょう、じゃあこのイスラエルの神主をこれから崇めましょうなんて悔い改めたりしなかったですね。真逆の反応です。ああエリアを殺してやると、もう全く逆の反応を見せます。もうこれは大いなるもう霊的戦いです。エリアには主の霊があります、主の言葉があります、主の臨在があります。いや怖くないですよね。普通は恐れる必要がないですよね。今日神様がこれを読んでる私たちに語っています。皆さんエリアは恐れる必要なんてあったんですか。全くないですよね。しかしここであることは出てきますね。彼には主の言葉があり主の臨在があったはずです。神様の姿を見、神様が一緒にいるのが分かっているので全く怖いはずもないんですけど、しかしこの預言者が落ち込んでしまいます。もうこの人は自己憐憫に陥ってしまい、しかも頑固です。もうまるでうつ病にでもかかったかのような行動を取り始めます。もう疲れたと、もうなんだかうつ病の症状があちこちでエリアに出ているんですよ。3節から8節を見てみましょう。エリアは恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。そしてユダのベールシャバに南まで逃げていきます。北王国から南まで逃亡します。もうユダのベールシャバまで行きます。
ベエルシェバーといったら、かつてアブラハムが住んでいた場所です。イサクもそこに住んでいたことがありまして、彼のしもべをもそこに置いて、さらに南へ、もうアラノに行きます。もう一日の道のりを入っていったとあります。彼は西田の木の陰に座り、もう自分の死を願って横たわります。イゼベルがお前を殺すと、お前の他の預言者たちのようにお前のことを殺すと、もしお前の命をあの人たちの一人の命のようにしなかったら神々が私を罰するようにと。エリアの期待はアハブ王が家に行って改革を始めることでしたけど、真逆のことが起きてしまって、もう完全にがっかりして落ち込んじゃったわけです。期待していたのと全然違う結果が出てしまったからです。神様が主権を失って何も制御できない状態なのか、神様はイゼベルに勝てないのか、神様はアシェラには勝てないのか、神様はバールには打ち勝ったのに、アシェラの力には勝てないとでも言うのだろうか。そうじゃないですね。しかし預言者はそれが全然見えてなかったんですね。神様の計画全体を彼は見ることができていませんでした。ここで預言者エリアは神の言葉を聞くことができないです。でもイゼベルの言葉はしっかり聞いてますね。イゼベルの言葉は下ってしまった感じで、もう神の言葉は下れない状態です。ここで神様は彼に何も言ってないし、彼に聞いていないです。神様は登場しないです。神様の臨在が全然ここでは感じられません。もうエリアもとっても恐れてます。そして彼は南へ逃げていきます。もう荒野にまで行って、もうそこでもう 死にたいと思って横たわったんです。そして帰ります。もう十分です神様と、もう私の命を取ってください、私は先祖たちには勝っていないですと、もう死なせてくださいと、もうたくさんです。もうやめますと、もうクビにしてください神様と言ってるわけです。もういいですと、もう預言者なんてやめたいです。なんでこんななるのか、どうしてこんなことになるのか、いやあんなに頑張ったのに、なのにこんな結果ですか。イゼベルにこんな言われましたよ、神様あなたはどこにいるんですかと。もう彼がバールを散々バカにしてからかっていた時のあの威勢の良さはどこに行ってしまったのか。神様もうたくさんです、もうやめたいです、私はもう死にたいです、あなたは私をこんな目に遭わせるんですか、というよりあなたは何をしているんですか、なんで何も言わないんですか、なぜ私のために何もしないんですか、なぜあなたはこんなに今沈黙しているんですか、もう私は死んだ方がましですと言ってるわけです。もう完全に自己憐憫の状態です。もう劣等感に苛まれております。もううつ病みたいですね。もう劣等感に襲われております。私は先祖たちに勝っていないねと。先祖って誰でしょうか。まずはアブラハムです。アブラハムはかつてベールシェバに住んでおりました。彼はベールシェバを通りましたね。エリアは次にモーセがかつて行ったホレブの山に行きます。モーセも先祖ですね。ああ神様、私はモーセやアブラハムには劣りますねと。なんかモーセやアブラハムを意識するかのように彼らのいた場所を通ってるわけです。彼らと比較してるんですよ自分を。
皆さん、神様は私たちが他人と比べ合ってほしくないんですよ。みんな私たちは独特な存在です。もうあなたと自分を比べない、また自分とあなたを比べない、そうあってほしいんですよ。しかしエリアは先祖と自分を比較します。ああ先祖たちと比べて私なんてと言い出します。もう私の命をどうか取ってください。皆さん、これは神様を責めているんですよ。主よ、あなたはモーセをこんなに用いましたね。モーセのためにあれだけしましたよね。いやーモーセのこと大好きなんでしょう。私のことはそうじゃないんでしょう。私なんかどうでもいいんだ神様。いやー私を愛してるよりモーセのことあんなに愛してるんですねと。もう死にたいなと。いやもう私のこと殺していいんですよって。もうたくさんですよ神様。そう言ってるんですよエリアは。もうやってられません神様。これエリアですよね。あのエリアがこれだけ鬱状態になっております。まあ、ちょっと感情的にはなっているんですが、それとものすごく疲れちゃっているんでしょうけど、それでもうすっかりもう寝てしまいました。西田の木の陰に座って、一人の御使いがやってきて彼に触ります。そして彼に手を置きます。彼の上に手を置きます。はい、起きて食べなさいと。で彼が見ると頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があったとあります。彼がそれを食べて飲んで、そしてまた横になります。もう死のうとしているんです。もうお腹空いた、喉渇いている状態なんですけど、しかしもう彼は休むことを良しとしていない。もう天使が彼に触って、はいこれ食べてこれ飲んでとしているのに、天使は彼に何をするべきかは言ってないですね。何の指示も与えていないですね、他には。しかしこの瞬間からエリアは悔い改めることはできたはずです。天使が力づけに来たのに、もう天使に聞くことだってできたはずなんです。天使をなぜ神は私に語ってくださらないのかと、こうやって聞くことだってできたんです。なんで神様は何も言ってくれないのかなと。イゼベルが私のこと狙ってるんですよ、私はどうするべきでしょうかと。おそらく天使は彼に答えたことでしょう。あなたはこうするべきです、あなたはあれをするべきですねと。あるいは、いや神様を信じなさいよ、神様にはもっと大きな計画がちゃんとあるんだからと。イゼベルを恐れる必要なんかないんだよと。もう帰りなさい、戻りなさいよと。もう逃げるのをやめなさい、もう戻りなさいと。カルメル山まで戻りなさいエリアと。あなたはそこにいるべきだよと。早くとそこで働きを続けなさいよと。でエリアは聞く気はないですね、全然。これは飲んで食べてまた眠ります。もう天使が目の前にいますけど、もうどうでもいいんですね。本当にどうでもいいんですよ。もう彼はもう自分の道を行くことをもうすっかり決め切っていますから。で2回目、今度は神様の御使いが2度目に彼に触れます。はい起きて食べなさいと。で今度は天使が、いやもうこの旅はあなたには長すぎるよ、ちょっと一言加えてくるんですね。今度は神様は知っています。エリアの心が変わらないのも知ってます。もうやめようと思ってる、もう放り出そうとしているのも、これも分かってます。
それで神様ももう思いを変えてくれたんです。よし、はい、分かったよ、はい、食べなさい、はいはいと。そしてはい、なもうな先は長いよ、はい、じゃあ助けてあげるから行っていいよと。神の山に南へ南にから行かないといけないわけです。そう、預言者は行かないといけない、イゼベルから逃げるのです。そしてから神の山に向かって逃げていきます。ホレブ山に行きます。そして彼はカルメル山からはるか南のホレブ山にまで旅をします。そして天使は彼に言います。いやー、この旅はあなたにはちょっと無理があるよと。エリアは食べて飲んで力を得ます。そして40日40夜歩いて神の山ホレブに着きます。彼は悔い改めようとしていないんですよ。もう彼はもううつ状態になっちゃっているんです。9節から18節見るともう本当そんな感じになってます。エリアの状態はもう頑固で自己憐憫で、神さんの御心も分かろうとしないエリアがここにおります。もう分かろうとしていないエリアです。9節、エリアはホラ穴に入ってそこで一夜を過ごした。これ、ホレブ山にある洞窟です。すると主の言葉があった、エリアよ、ここで何をしている。彼はアハブに打ち勝って、それ以来初めて神の言葉を聞きます。神の言葉彼に及ぶんですけど、今度は質問なんですよ。神様からはここで何をエリア、ここでエリアよ、なんでここにいるのと、お前ここで何をと言ってるんです。何かあったの、なんでここにいるの。エリアが言う言葉です。これもまた自己憐憫に、またもう自分が正しいという思いに満ちた言葉です。本当に気をつけましょう。私たちが困難の中にいるとき、落ち込んでいるとき、こういう状態が出てくるかもしれないので、皆さんどうか注意してください。神様、私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちをみんな殺しにしました。私一人が残っているんですが、彼らは私の命も狙ってます。すごい自己憐憫です。ああ、もう世界中であなたのしもべは私一人だ、もうみんな死んだ、もうその私も死のうとしていると、そんなことを言っております。でも、もう自己憐憫と自己義に満ちております。もうイスラエルのみんながあなたの契約を破っちゃいました。神様、もうこの国見てください、最悪です。もう私のこともこうやって殺そうとしていますよ。この自己憐憫はもはや神様を責めてるわけです。神様、あなた何やってるんですか、本当にいるんですか神様と。あなたそれでも神かと。今だって私殺されようとしてるんですよ、あなたこんなこと許してるんですかと。もう完全に自己憐憫の山のようです。もうこれはもう神様を責めてるわけです。それ神様は彼に言います、外に出なさい、山の上で主の前に立ちなさい、そこを主が通ると。
この命令系ですね。エリアよ、外に出なさい、洞窟から出なさい、山の上に立ちなさい、主の臨在に、私の臨在に立ちなさい。もう洞窟にいるなと、山の上に登っていけ、山の上に登りなさい。もうホラー穴の外にまず出ろと。しかしエリアは動きませんでした。何もしませんでした。従わないんですよ。エリアは洞窟にこもったままです。神様がここで何やってんだお前はと、ここにいたらダメだろ、もう出てこいと言ってるんです。もうはい動けと言ってるんです。命令までしてるんです。でも出てこないんですよ。主が通り過ぎるんですが、激しい大風が山々を砕き、ワイヤーを裂いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の中に主はおられなかった。主が通り過ぎたが、しかし主はそこにいなかった。なんか矛盾してるように聞こえますね。主がそこを通られた。大風が起きた、主の前で。しかし風の中に主はおられなかった。しかし主はそこを通られたというわけです。預言者もこれ見てて意味分かってないんですけど、私たちも分かんないですね。いや、私たちもどうも神様が分からないです。神の御心も分からないです。神の力もよく分からないです。神様はなぜ通るのか。大きな風は起きているのだが、しかし風の中に主はいない。風の後に地震があったが、地震の後中にも主はいなかった。風があって地震があって、しかし主はその中にはいない。モーセの時代、主は確かにそこに来られましたね。大きな雷があって地震があって炎が下ったりして、しかしエリアの時代、神様がそこにいた。神はそこ通ったんですけど、神はそこ通り過ぎて、通り過ぎるところに風があり地震があり岩が砕かれたり、しかし主はそこにおられなかった。皆さん、過去のこと、過去の神学を用いて神様を制限したりしないようにしましょう。モーセもエリアも2人とも預言者です。でもエリア、あなたモーセやアブラムなんかと自分を比べたらダメだよ。今日のスタッフの皆さん、私と自分を比べちゃダメですよ。私の神の臨在とあなたの神の臨在の体験は違うと思いますよ。あなたの時は神は通り過ぎたけど神はそこにおられなかった、そんなかもしれないですよ。モーセとエリアが違うように、地震の後に火があったが、しかし火の中にも主はおられなかった。違うんですよみんな。そして火の後、かすかな細い声があった。主はモーセに現れた時、大きな雷鳴ともう大号令を、もう地を揺るがす大声を出されたわけです。モーセはその中で主に近づいて近づいてでした。しかし今回同じ場所で、エリアは洞窟にこもって出てこない出てこない、神は通った、神は通り過ぎた、なんかいろんな現象が起きた、しかし神はそこにいなかった。神が通り過ぎた後、小さな細い声があった。そして静けさがあった。
これは音のない声と私は呼びます。音なき声、あなたがもう聞かない、まだ言うこと聞かない、もうエリアのようにもう神様の言うこと聞かない状態の場合、神様は出てこい、外に出ろ、でもそれもしないんですよ。それすらしようとしない、聞かない状態。そんな時神様は声がすごい小さくなります。音として認識もできないほど小さくなります。音のない声と言います。そして一歩聞きます。エリアはここで何を、エリアここで何をと、エリアの答えは同じです。かつて神様が同じことを聞いたんですが、彼は同じことを言います。私は万軍の神主に熱心に仕えた、しかしイスラエルの人々はあなたの契約を破った、あなたの祭壇を壊してあなたの預言者をみんな殺しました。私が一人残ってるんですが、彼らは私を狙ってます。完全に自己憐憫モードです。神様は外に出ろと、でやっと神様は彼に、もう神様に聞いてみろと言っても自己憐憫しかないので、彼は今神の力を彼は見たのに、それでも聞かないんですよ。最後はかすかな音が聞こ、かすかなひそひそ声で、それでもエリアは心が動かない状態です。そして神は彼に語ります。よし、じゃあ分かったよ、じゃあ今帰りなさい、荒野をまた通って帰りなさい。エリアは南へと荒野を行きました。でも神は彼にこうしてほしくなかった。彼は自分の命を救うために命からから逃げて逃げてでした。でも神様は戻りなさいと言ってます。もう道を戻りなさい、 あなたはそこに留まって私の働き続けなさい。もともとこれが御心でした。今帰りなさいと言いました。分かった、帰ったらやめていいから、もう3人の人たちに油注ぎをしなさい。まずダマスコの荒野に帰ってハザエルに油を注いでアラム王にしなさい、イエフーに油を注いでイスラエル王にしなさい。そうだ、エリシャに油を注いで預言者にしなさい。ハザエルはアラムの王に、イエフーにイスラエルの王に、そしてあなたの後継ぎの預言者としてエリシャに油注ぎをしなさい。シェファテの子エリシャ、アベルメホラノでのシャファテの子エリシャ、あなたに代わる預言者にしなさい。ハザエルの剣を逃れる者はエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。コラノは皆バールに膝をかがめず、バールに口づけをしなかった者たちだ。神はエリアに言われます。お前は私の御心が分かってないな。私は7000人の人を残していたんだよ。お前一人だと思ってたのか。お前も何にも見えてないんだなと。本当は7000人いたんだよ。もう私の働きしたくないのか。もういいよ、じゃあ帰って、もう帰りなさい。じゃあ後継ぎ3人、はい、のお前のために起こしておくから、もう彼らに働きを渡しちゃえばいいよ。もともと神様は用いたいと思ってたのに、神様は預言者の剣を用いたいと思っていたのに、イゼベルを
殺すために預言者の剣を用いたいと願っていたんです。かつてバールに打ち勝った時のように、しかしもうお前は恐れてる、できないと言ってる。じゃあ分かった、じゃあ3人の人を油注ぎなさい。はいはい、ハザエル、イエフ、そしてエリシャだ。この3人が あなたの働きを続けるから、私は彼らの剣を用いるよ。もうあなたには見えてない計画がいっぱいあるんだから、もう7000人の人を私は残しておいたから。あれ、すいません、ちょっと時間がいつの間に、もうすいません、ちょっと最後の段落はこの、これはまあ明日にします、すいません。皆さん、ここで今日の私たちにこの章が言わんとしていること、頑固はダメですね。皆さん、そして自分の神学で神様を小さくしていないですか。これダメですよ。神様ここにいる、神様語ってるのに、神様は素晴らしい御心があるのに、しかし神様これをしてください、あれしてください、私の方法でこれしてください、私のリクエストに応えてくださいと、私たちはそういう風になってますね。よくアハブが戻ってくるとき、イゼベルの心が変わってくれれば、イゼベルがいなくなってくれれば、うん、それでいいのに、あれ、なんで神様それしないのか。神様の御心はイゼベルを剣で殺すこと、預言者が立ち上がってイゼベルを自分の手で殺すこと、これは神の御心です。18章で、あなたはバールの預言者たちを殺したではないか、しかしアシェラのイゼベルに属するアシェラの預言者たちは殺せない。エリアそこまでやらなかった。神様には自分の思いがあるのに、最後は洞窟にこもってる。エリアここで何を、神様はこれだけたくさんの機会を与えてるのに、まず悔い改める機会も与えた、御使いは彼に触れて食べ物までくれた、ここで悔い改めることができたのに、2回目しかしそれでも祈らなかった、悔い改めしなかった、今度は洞窟にこもってしまった、もうここで死のうとしていた。神様は彼に聞きます、もう2回彼に聞きます。そして2回エリアは同じことを言いました。結局思いを変えてないんですよ、悔い改めしてないんですよ。で神様が最後、じゃあ分かったよと、じゃあもう他の人に働き渡しなさい、いいよそれでと、それが私の御心だ、預言者の剣を私用いたいんだから、私は、あなたはまだ半分しか仕事終わらせてないと、あなた後半部分をやり残してるよと、恐れによってあなたやり損なったなと。兄弟姉妹、神様はいつでもそこにおられますよ。しかしエリアが分かってなかったんです。なんで分からないのか、もう自分の意志が強すぎるんですよ。エリア、神様に使うときは自分の考えをね、これも置いておかないといけないです。神様力強く用いてくれたらもうハレルヤーなんですけど、でも用いられた後は神はそこにいなかった、シーンと。でもその時神様に静かに待ちましょう、神様についていきましょう。皆さん、神の御子は私たちの計画よりずっとでかいです、ずっと力があります。主の助けがありますように。皆さん、今日この信仰を持って、世の中どうであろうと、自分の状況がどうであろうと、神様はそこにいることを信じましょう。神様には良い御心があります、恐れちゃダメです。
大きな決断をするなら主を待ちましょう。遅いちゃいけないです。主の祝福がありますように。主をどうかお許しください。主、あなたは恵みを私はよく忘れます。いつも恐れの中にあります。もういつも逃げます。自己憐憫になったりします。それでいて自分が正しいと思ったりします。主、ただ単にあなたは恵みですよ。私は今日も立ってあなたのために働けること自体、どうか私のものの見方を変えてください。この思いを変えてください、主よ。どうかいつもあなたに感謝できるように、賛美できるように助けてください。皆さん立ち上がりましょう。主に今応答していきましょう。主を賛美しましょう。礼拝しましょう。神様と賛美します。イエス様、どうか私たちの人生をまた語ってください。あなたは恵み深いお方です。あなたは私たちを選んでくださいました。
私たちはいつも自分勝手な道に行ってしまいます。私たちはたくさんの弱さがあります。今座ってください。今神様の前に出て、どうか私たちに示してくださいと。神様は私たちに聞いています。なぜ何をしているのか、ここでと。あなたここで何をしているのか。なぜあなたは自己憐憫に陥っているのか。なぜあなたは恐れているのか。なぜあなたは比べているのか。なぜあなたは鬱の中にいるのか。なぜそんなに頑固なのか。聖霊様、どうか私たちを照らしてください。どうかあなたが今私たちの心に語ってください。私たちは今香港では大変な状況になっていますけど、たくさんネガティブなことがあります。私たちはいくら御使いが私たちに現れても、私たちの心の中いつも神様を責めています。いつも神様の計画を私たちは責めています。でいつも言っています。なぜ神様どこにいるのですか。なぜこのような状態になっているのですか。なぜこの状況に。私たちにはたくさんの弱さがあります。私たちにはたくさんの頑固固くなさがあります。今聖霊様、私たちに語ってください。今私たちの罪を今告白しましょう。私たちもエリアのように弱さがあります。主耶稣，谢谢你今天早晨将这样的经文赐给我们。耶稣，我真感谢神。在这里有好多的弟兄姐妹同工。今日私たちはこの住居所を見ました。たくさんの兄弟姉妹、教会さん、私自身も今あなたが祈っている中で、今神様あなたに告白します。いろいろな状況、いろいろな環境に私たち、まあ、例えば経済の困難、そして仕事、いろいろなことがあります。この香港の状況も、また香港の未来も、たくさんの人々が移民していったり、この香港状況が非常に大変です。私たちは教会で仕えていますけれども、教会スタッフでもボランティアの 人でも、私たちはたくさんのことを理解できていません。主よ、私たちの思いはあなたの思いと非常に違うのが分かります。どうか私たちを助けてください。どうか私たちを許してください。私たちは理解できないのです。私たちは自己義に陥って、自分が正しいと、なのに私たちは理解していない、あなたを求めてない。で私たちはお互いに比べ合って、そして嫉妬し合い、そしてあなたを制限してしまいました。私たち自分自身に勝手なこの神学を用いて、あなたに対する理解を曲げてしまいました。私たちの考えが合っていると、そう、自分勝手な解釈で私たちは歩んでいました。私たちはまるでエリアのようです。私たちは諦めたい、私たちは自由になりたい、うつ状態に陥ってしまっている。時々神様にもう死にたいと祈ってしまったり、
神様、許してください。イエス様、今あなたに罪を犯しました。私たちは本当にわからないのです。本当にわからないのです。あなたの計画が、イエス様、この表面だけしか見ないこの罪を許してください。私たちの解釈、考えは曲がっています。自分が正しいと思うこの自分にこのついていっていることを許してください。自分のプライドがあります。イエス様、どうか許してください。私たちの中、恐れがあること、私たちの中に非常な恐れがあることを許してください。エリアも弱さがありました。今日住居所、私たちに語っています。この主の道は、主は通られたんですが、そこには激しい大風、やめを裂く、岩を砕くほどはだ。しかしその中には主はおられなかった。風の中にも主がおられなかった。風の後にも地震はあったが、そこにも主はおられなかった。火の中にも主はおられなかった。聖霊様、今あなたに祈ります。どうか今啓示の御霊を与えてください。このエリアが聞くことができなかった、そして私たちもあなたを見ることができない、聞くことができない。今あなたに求めます。どうか私たちに語ってください。どうか今私たちの弱さがありますが、どうか私たちがあなたの声を聞くことができるように、聖霊様、今あなたを求めます。どうかあなたの御霊が私たちの働いてください。私たちの心に今語りかけてください。イエス様、私たちは弱いです。私たちはあなたが必要です。主よ、聖霊様、あなたが必要です。どうか私たちの耳を開いてください。あなたの声を聞くことができるように、兄弟姉妹の皆さん、今神様の前に静まって聞きましょう。神様は何と語っておられるのでしょうか。当我们安静，我听到神对所有的弟兄姐妹，包括我自己说：“孩子，我很爱你。”今神様が、我真的很爱你。私たちに語っているのが聞こえます。你所经历的。イエス様、私はあなたをよく愛しているよと。今あなたが直面している状況も私はすべてよくわかっている。今あなたが神様に祈るとき。いつも神様はあなたの声を聞きました。もうなんで私を殺さないのか、なぜこの希望がないのか、なんで見てくれないのか。しかし神様は言っています。私はあなたは見えているよと。あなたの難しい状況を全て分かっている。あなたが私に祈り求めたとき、私は聞いていたと。私に信じなさい。私の計画を信じなさい。
私のこの道、この私のスペースに合わせなさいと、私の歩調に合わせなさい、そして信じなさい。すべて神様やること、今神様に信じなさい。神様すること、神様あなたを愛しておられます。神様がすべて支配しておられることを私たちは信じなければなりません。まあ、困難は変わります。この希望がないこの状況は必ず変わります。そして病気は癒されます。神様はこの困難を変えてくださいます。私たちにはできませんけど、また夫婦問題も、またこの香港の状況も、あなたは全てにいつも文句を言っています。まあ経済が良かったらもっといいのに、なぜあなたは私の経済を祝福してくださらないのかと私たちはいつも神様に言っています。どこに行きたいのか、神様は言っています。あなたはどこに行きたいのか、何をしているのか、私の子よ、私がそこにいるのはそこには平安がある、私がいるところにそこには平安があると、私がいるところにそこには答えがあると、私を信じなさい。恐れないでしっかり立ちなさい。神様あなたを祝福します。たくさんの困難はあります、しかし私はあなたを助けますと神様言っておられます。私は恵み深い神様だから、どんな困難があっても神様は語りかけてくださっています。私たちに対して語り続けてきています。今神様に祈りましょう。今こんな自分の状況を神様に言いましょう。神様はご自分の計画を持っておられます。神様は自分のペース、また歩調が、私たちはその歩調に合わせなければなりません。神様についていかなければなりません。今声を出して祈っていきましょう。自分のために、兄弟姉妹の皆さん、今共に祈りましょう。今私たちの心が、まず私たちの心のために祈りましょう。今主よ、あなたも前に来ます。私たちはたくさんの困難、難しい状況があります。しかし今決断します、今決断します。あなたを信じること、そうするとき主よ、私たちはこの恐れの影、このエリアを襲った恐れの影から私たちを自由にすることができます。私たちの信仰を今引き上げてください。どんな状況の中でもまずあなたを信じるということを選び取ることができますように。恐れないで、恐れないで、ただあなたを信じることができますように。どうか私たちの信仰をさらに近づける、あなたに近づけることができますように。あなたの恵みが私たちの上にあると私たちは確信することができますように。兄弟姉妹の皆さんも立ってください。今私たちの頑固さ、そして自己憐憫、そして自己中心、それを今変えて、まあ、ただあなたを信じます。私たちの全ての困難、全ての苦しみ、神様が全て答えを握っています。答えは神様の中にあります。
10節見てください。19章10節、私は万軍の神、主に熱心に使いましたとエリアの10節ですね。この11節もですね、11節見てください。外にいて山の上に主の前に立てと主は仰せられたと。エリアはその声を聞きます。そしてその後この全ての地震、この現象があった後、エリアはこのか細い声を聞きます。風やこの地震、火、その後エリアは聞くんです。そしてエリアはそこを外に出てホラナの入り口に立ちます。山の上には立ちませんでした。神様は山の上に立てと言ったのに、もう非常に栄光に満ちたこの山の上に立てと神様は言ってるのに、しかしエリアはホラナの入り口に立っています。そしてエリアは自分の外套を脱いで、そして自分の顔を覆ってしまいました。このように自分の外套で自分の顔を覆ってしまいます。 神様を見たくないと言って自分の顔を覆ってしまっています。非常に怒ってるんですね、エリアは。もう神様の見顔すら見たくないと、モーセだって神様の、このモーセだって主の顔は直接見ていません。主の後ろ姿を見ました。エリアは神様はエリアに言ったんです。あなた愛してるよ、出てきなさいと、私の前に立ちなさい。しかしエリアはそれを聞きません。そしてエリア、神様は言うんです。出てきなさいと。またそれでもエリアは出てこないと、出てきたくないと。そしてもう最後には神様はこう言います。もう一度言うんですね、神様。エリアよ、ここで何をしているのか。神様はエリアの心を知っているんです。で神様は言います。もう分かった、私の働きはしなくていいよと。これは私たちの神様、このような神様です。神様は私たちにいつも語ってくださっても、なのに私たちは頑固なんですね。もしあなたが街灯を持ってるなら、ちょっと街灯を取ってください。まあ、街灯ってジャケットですね。ジャケットやこの何かスカーフなどあるんだったら、ちょっと今出してください。自分の顔を折ってください。ないもんだって。今自分の顔を折ってください。神様、私たちは変わりたいです。あなたの偉大な愛を今信じます。まあ、どんな状況の中でもあなたはそこにいらっしゃること、私たちのこの自分の考えを変えたいです。今神様言います。今顔を覆っているものを取り除きなさい。そして言いましょう、私たちは変わりたいですと。今このジャケットを脱いでください。顔から取り除けてください。私たちはあなたを求めます。私たちは頑固にはなりたくないです。今私たちがこれを やったとき、私たちは変わりたいということ、今変わりたいということを決断しましょう。どうか私たちを導いてください。私たちが、神様は何をしても私たちはそれを信じることができますように。どうか私たちを助けてください。
私たちの町、そして国々を祝福してください。今すべての私たちが持っているものをあなたに委ねます。こう自分の計画じゃなくて、自分の勝手な計画じゃなくて、あなたの計画みたいですよ。どうかあなたの御心がなりますように、あなたについていきたいです。どうか私たちを続けて用いてください。どうか私たちを祝福してください。イエスキリストの皆によって、イエス聖霊様に聞きます。聖霊様、私たちを今油注いでください。この私たちを清いものとして性別してください。私たちのこの頑固さから今清めてください。今自分の自己憐憫、また自分の頑固な固くなさが私たちの中から取り除かれますように。また恐れ、鬱、まあ、自己中心、イエス・キリストの血潮によって私たちを覆ってください。そしてまた私たちは今日から始めることができますように。神様と共に、また神様の前に立ち、神様の臨在が私たちの中にありますように、私たちを変えてくださいますように。イエス様の救いによって、神様の力が私たちの上にありますように。そして永遠の神様の計画が私たちに示されますように。神様が私たちを助けてくださいますように。神様が平安を与えてくださいますように。イエス・キリストの御名によってします。アーメン。神様を賛美します。これで今日のモーニングデボーションを終わります。